ロナルド・マレーはアメリカ合衆国ペンシルベニア州フィラデルフィア出身の元バスケットボール選手。身長191センチメートル。体重89キログラム。ポジションはガード。小大学出身。背番号6。フリップの愛称で知られる。小大学では2年間プレー。通算成績は平均23得点6.0リバウンド。 5.6、アシスト。キア屈指の名選手として活躍したが、ディビジョン2に所属していたため NBA からの目はあまり届いていなかった。2002年の NBA ドラフトにアーリーエントリー。20目42位指名をミルウォーキーバックスから受けて NBA 入りを果たすが、バックスでは12試合の出場に終わり、平均1.9得点。シーズン途中に、 シアトルスーパーソニックスに移籍するが、わずか2試合のみの出場にとどまり、NBA への生き残りが危ぶまれた。だが、2003から04シーズン、チームの中心選手だったシューターのレイアレンが故障で、開幕から26試合を欠場する中、層の薄いガード陣の中でチャンスをつかみ悪心。日本で行われた、開幕戦、平均12.4得点、2.5リバウンド、 2.5アシストの成績を残した。また、このシーズンのルーキーチャレンジに2年目チームのメンバーとして選ばれ、25得点、10アシストの活躍を見せている。3年目の2004から05シーズンは、怪我のため49試合の出場にとどまったものの、チームはプレーオフに進出。マレー自身も初めてプレーオフ出場を果たす。 4年目の2005から06シーズン途中に得点力を買われてクリーブランドキャバリアーズへ移籍。ここでも主力のラリー・ヒューズが故障していたためスターターに抜擢される。移籍後28試合で平均13.5得点、2.4リバウンド、2.8アシストを記録。ほぼ全てのカテゴリーにおいてキャリアハイの数字を上げる活躍でキャブスの プレイオフ出場に貢献した。プレイオフでも、スターターとして起用された。チームは、カンファレンスセミファイナルで、ピストンズに敗れた。2006から07シーズン前に、ピストンズに移籍。チャンシー・ビラップス、リチャード・ハミルトンの控えとして、平均6.7得点2.7アシストを記録した。ビラップスやハミルトンの欠場時には、スターターとしても起用された。 プレイオフではカンファレンスファイナルでフルスのキャブスに敗れている。2007から08シーズン中にピストンズより解雇され、その後インディアナペーサーズと契約した。2008から09シーズンをアトランタホークスでプレイした後、2009から10シーズン開幕からはシャーロット・ボブ・キャッツでプレイし、シーズン途中にシカゴ・ブルーズにトレード移籍しプレイ。その後は D リーグや海外リーグでプレーし、現在は引退状態になっている。ドライブインを多用するタイプ。アウトサイドシュートの成功率はさほど高くないが、時折勝負どころで大事なショットを決める。キャリアハイは31得点。2003から04シーズンと2009から10シーズンに一度ずつ記録している。ありがとうございます。